コロナ後の働き方を支える拠点は、道内各地に広がりつつある。その新たな敵地探しも盛んだ。富良野市。先月中心部で、空き物件を見て回るグループ。富良野で、ワーケーションの拠点を探していた。富良野って言ったら、北の国から。ですけど、北の国からの、その資料館に使ってたっていうところは、あったんですけど。<ー>もう。 壊しちゃっいんです,よ、ねですね、市の職員が案内していた相手はワーケーション施設を運営する東京のウェルピーリングそうそう千葉や新潟道内では函館でも事業を展開している私たちのワーケーションっていうのは最低2週間から1か月以上のロングのワーケーションを想定した。 作り込みをしますので飽きない状態、住める状態っていうのはちょっと作んなきゃいけないので街中でワーケーションをやるのかそれとも自然の中でやるのかっていうのはちょっと私たちが検討しなきゃいけないなっていうところだと思うんですけどもこの日は空き店舗や市内で運営されているコワーキングスペースなど3か所を見学入念に適地を探した。 富良野市は今年、企業経営者や宿泊事業者行政などで組織するワーケーションの研究会を立ち上げ移住者の受け入れ拡大をねまあ今回のコロナの影響で衰退してますのでそこを補う形でワーケーションで盛り上げていけたらなと思っております。いやもう各自治体、と。はい このワーケーケション、はい、受け入れ体制を整えつつあるとい,、はい、というところでしょうかそしてもうあのコーワーキングスペースも本当にたくさんできてきていて、はい、体制が整いつつあるんですけれどもこちらをご覧ください、はい、これは札幌市中心部の、うん、コーワーキングスペースちょっとまとめてみました、はい、まあ番組調べでは札幌市内に20箇所ぐらいもコーワーキングスペースができてきているとうん、うん、星野さんはこうリモートワークを支援しているということなんですけれども。はい、家で 仕事しようとしても、うん、まあ私とかはまあ特に子供がいるので、うん、家でなかなかできないなるほどねであのお子さんがいらっしゃらない方もその家でもテレワーク飽きちゃったとで環境を変えたいんだよねということで、うん、こういうコワーキングスペースをもうすごいじゅんぐり回ってらっしゃる方とかもいらっしゃったりするんですよね、うんうん、こういう場所が増えるっていうのはその働き方が多様化するのにフィットするっていうのもあるんですけどもその 技術まあ、技あの意見の交換とかが行われやすくなるので、うん、技術が進歩したりとか、うん、自分のビジネスをやっている方はビジネスモデルがブラッシュアップされたりとか悩みが解消されやすくなったりするので街の活性化という意味でも非常にいいんじゃないかと思います。うん、新しいいイノベーションが起て、うん、はい ななるほどね先生ご覧になっていかがでした、はい、星野さんがおっしゃったことでとても大事なことはコワーキングスペースという場所でいろいろなクリエーターの方あるいはビジネスに携わっている方のその化学反応が起こって、うん、新しいビジネスの目が生まれるチャンスが拡大するということなんですけどそこにもう1つ欠かせない要素が実は星野さんがやってらっしゃる。うん コミュニティマネーージャーという仕事なんですねあ<ー>あのやはりどういうリソースを持っている人材がその場にいてで誰が何を欲しがっているかっていうことが分かっているマネージャーの方がいて初めて化学反応を起こすことができるわけでコ、ね、ワーキングスペースという物理的なスペースが重要なのだけではなくてそこにいるコミュニティマネージャーの方のクオリティっていうことが実を言うと北海道で起業を促進するないしは新規事業を作り出すための最も重要な いうような鍵になるんじゃないかと私は考えています。星野さんが鍵になってます。その通りです。<laughs> 責任重いですね。<laughs> ねでも本当に何かそ,そんな気がしますね。よくあの、うん、地方活性化はよそから来た人、うん、それから若い人がやっぱりキーワードになってくると、ただそれをしっかりアレンジする、うん、マネジメントする、うん、そういうやっぱ存在が必要だとお二人今週もありがとうございました。ありがとうございました。